こんにちは、モタレでーす。どうも、私は思想市からやってまいりました。県外、遠征は、初めてのことなんですけども、まあ、県外といってもそこ山ちょっと越えたらすぐに思想市の千種というところになります。こんな近くだったんですけど、初めて、参加させていただきます。今日はよろしくお願いします。それでは1曲目、少年よという曲を聴いてください。この小さな星を見てごらん、この水色の星を見てごらん、公共線などどこにもないだろう、海と大地とが広がっているだけ、この小さな星を一つの命。
ねえよという曲を聴いていただきました。僕たちが8番目の出番ということなんですけど、皆さんそろそろお疲れじゃないでしょうか。あの体をねこう伸ばしながらゆっくり聴いていただいたらいいかなと思います。先ほどの千葉さんもたくさん応援の方がおられてすごいなと、やっぱり地元もあってとは思うんですけど、歌も上手でギターのテクニックもすごくて、男前でということなんですけど、僕たちは、ここがちょっと弱いので数で勝負しようということで、人数とそれから楽器をたくさん持ってこさせていただきました。音響さんはちょっと大変だと思うんですけど、こんなことをさせていただいてます。使用します楽器はですね、マンドリン、沖縄の三線、それからギター、アコースティックギターが2本と、ウッドベースが1つと、それからキーボード、たくさんあります。セッティングの時間が、かかってしまいます。そんなことでやってますけれども、私たちは思想誌で、活動しておりまして、思想誌の、歌を、イメージソングといいますか、思想誌といえば、山とか、川とか自然がたくさんあって、この辺りもそんなに変わらないと思うんですけど、そんな自然の風景を、思い浮かべていただけるような、曲で、この街が好きですというオリジナル曲です。聴いてください。バスの窓から見たふるさとは変わらない街並み、山と川、仲間と走ったあの日のグランド、トイレコー思い出の道、角が飛び出して見たけれども帰ってきてもいいですか。家族や友のそばに登れば心の距離も縮まる。
今日ここに来らせていただくことで、またいろいろな方との出会いもありまして、いろんな活動もされているなっていうことも気づいたりしています。で、早速なんですけど、はっちゃんズの全力という CD を買いました。まあ、皆さんももしよければ買ってください。で、もしですね、今日演奏終わりで僕に声かけていただいたら、この CD500 円なんですけど、500円のところ1000円でお譲りしますので、500円は僕が寄付したいと思います。よろしくお願いします。それではメンバーの紹介をしたいと思います。私、宍粟市の山崎町というところ出身です。ボーカルを担当しています小倉と言います。よろしくお願いします。はい、続きまして、女子キーボードかゆちゃんです。それからウッドベース井上です。はい、ちょっと額が薄くなってきまして帽子で隠しておりますけど、リーダーもみたにです。こんにちは、もみたにです。ちょっとね、いつもここで喋るんですけど、最後に持ってくるんじゃなくて、よっちゃん言うたかいな、よっちゃん言うたな、よっちゃんまだですか。そうか、ごめんなさい、最後の予定やったんです。すいません、ちょっと今のなしで三振と、マンドリン、ギター、藤本よっちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、仕切り直しまして、リーダー、もみたにです。はい、そうなんです。今回私たちのテーマはですね、もう出ましたか、出ましたか、出しましたか、出ましたか。何を、ね、私たちのテーマ今回クマなんですね。あ、クマでね、思想の宗いう字は西に書いて米でしょ、ここは和倉でしょ、ね、西書いて、米、似てるんですね、やっぱり。もうすぐ隣なんでね、もう出たか言ったらクマなんですね。私ここよく通るんですよ。お風呂は武蔵の湯によく行きましてね、でそこでサウナで入ってたらね、おじさんたちがよく話してるね言葉聞いたら、播州弁でね、本当に岡山弁からのあれやね、ゴキブリが死んだ時ね、見てみ、ゴキブリが死んじょるで、死んじょるよ、死んじょるで言うてやね、ものすごいとかどえらいとかね、でえれい出れる。思想はね、チャッタ弁なんですね。こちらもチャッタ弁でしょ、チャッタ違う、違うの。思想はね、私たちがね、ハガ町なんですね、私その429すぐ向こうで、で、誰々さん来ちゃったで、来ちゃったでいうのはすごくいい言葉なんですね。誰々さん来ちゃったで、来ちゃないでとかね、誰々さん来ちゃないでとか、山崎の人がこいつね、山崎です汚いというふうに取るんですね。まあ、そんなところですけどね、隣の畜産はね、安納とかね、いい安納とかね、そういう言葉で、こちらの言葉と混ざってるのような気がします。そんな感じで、さっきの歌も、この街が過ぎですという歌でしたが、次の曲は、私たちのまたオリジナルで、あなたと私の応援歌という曲です。聞いてください。強さを持ちましょう。
目ということでずっと続けておられることはすごいなと思います。私たち地元、芳賀町の東山というところがあるんですけど、そこも、標高が650メーターぐらいあるんですけど、そこもちょうどこういうあの斜面芝生がありまして、その芝生の広場に、ステージを野外ステージを作って、照明を立て、足場を組んで照明をつけたり、音響を組んだり、もう全部もう自分たちでやって、演奏もして、撤去もするみたいなことを、何年やったかいね、
4年ぐらいやったんですかね。もうでもだんだん体力の限界に近づきまして、それはまた違う形で、ホールであったりとか思想市内でまたコンサートをしたりしています。また今日を機会に、また岡山の方とか、他の地域、それと方と、また交流をしていけたら嬉しいなと思います。ウォーターレイジでした。ありがとうございます。最後の曲、満月の夢という曲を聴いてもらいたいと思います。よろしくお願いします。風が吹く港の方から焼け跡を包むように脅す風、悲しくて全てを笑う乾く冬の夕暮れ、時を越え公共戦から幾千里の街に立つこの胸の振り子は鳴らす、今を刻むため飼い主を失くした芝が東方と茶道を行く、解き放たれ全てを笑う乾く冬の夢、やさほや歌が聞こえる、眠らずに朝まで踊ろう、やさほ君を囲む吐く息の白さが踊る、解き放って命で笑え、なんて強い夢、満月。